派手な動きで注目を引くわけではない。だが、オーケストラは式台の長老に意識を集中し、次の瞬間、生き生きとした音楽が流れ出す。NHK 公共楽団警官名誉指揮者のヘルベルト・プロムシュテットさんの講演である。今年で93歳を迎えた。とはいえ、楽団員のエネルギーを一つにまとめる手腕は、 衰えを知らない。近年も毎年のように来日しその音楽性でファンを堪能させてきた今シーズンは新型コロナの影響で来日がかなわなかったが日常が戻ればまた真骨頂を聴かせてくれるだろう活動に目を見張るお年寄りは県内にもいる上下2巻のエッセイ集 「ババも歩けば」を先頃観光した高山綾子さん天童子は91歳。戦争に翻弄され東京から新庄中国大陸と各地を転々とした少女時代や嫁としての苦労父母への思いなどを率直な筆致で綴っている。高山さんは、 本市山新サロンの熱心な投稿者でもある400字詰め原稿用紙に一字一字丁寧に記した筆跡は90歳を超えた方とは思えない側分すれば水泳に通いシルバーカーを押して日に3,000歩歩いておられるとかますますのご活躍をと願う敬老の日である